ダイソーのちりめん風貼れるので簡単な雪うさぎ作ってみよう。せーの、アボカド。主に使うのはこの3種類です。こちらを使って作っていきましょう。まずは発泡スチロール、こちらもダイソーで購入しました。袋から開けて、これまん丸の形なので力を入れて丸から楕円形にしていきます。体重を乗っけて変形させていきます。卵型にしていきましょう。それが終わったらカッターでそこをカットしましょう。こんな感じ。そうすると底ができるのでグラグラしません。こんな感じ。ちりめん風貼れる布の白を開けていきます。開けると綺麗な白のちりめん風ですね。でこちらを使って雪うさぎの土台に貼り付けていきます。開けてみるとマス目がついているので目印になりやすいですね。で大体ですね、大体発泡スチロールが全部くるめるぐらいの大きさを大体でカットしていきます。ハサミでなんとなくカットが終わったら外していきますね。後ろの両面テープを外していきます。はい、外せました。貼っていこう。ペタッと貼って引っ張るように貼ってみてください。この時上から見た時にシワがないように引っ張りながら貼ってください。布なので伸びますので引っ張りながら貼っていってください。シワのないように貼ってください。横から見た時多少シワがあっても大丈夫です。こんな感じで、両面テープなので貼り直しが可能なのが便利ですよね。いらないところはハサミでカットしていきましょう。あとは切り込みを入れていきます。こうしたら底が綺麗に仕上がります。で、そこに貼り付けていきます。上から見た時にシワにならないように貼っていってください。ハサミで切りつつシワにならないように貼り付けていきます。両面テープなのでくっついちゃってもこんな感じで開けて貼り直すことが可能です。はい、まん丸になりましたね。で、ここら辺ちょっとシワがあるのでもう一回訂正してます。はい、丸く綺麗に貼れました。ちょっと形を整えて、後ろがねちょっとデコボコしちゃってたのでさっき余った生地があったのでそれを丸く切って貼り付けていきましょう。後ろなんでね見えないのでいいんですけど、なんとなくやっぱ可愛いというか後ろから見た時も可愛い方がいいよね。こんな感じで貼っちゃいます。後ろから見た時も綺麗。次は耳を作っていきます。ピンクの布を用意してください。色違いです。こちら2センチを2枚カットしてください。マス目がついているのでカットしやすいですよね。はい、カットしていこう。はい、カットができました。次は剣つまみにしていきます。両面テープを外して普通に剣つまみしてください。半分に折って、もう一回半分に折って、さらに半分に折って、先を尖らせて剣つまみの完成。こちらを2個作っていきましょう。はい、2個できました。2個できたらボンドで先を留めていっちゃいます。2個塗ってから固めていきますよ。こんな感じで10秒ぐらいキープして、あと底がグラグラしてるのでハサミでカットしちゃいます。こんな感じ。カットができたら、底が綺麗にカットできてるか、先がちゃんと止まってるか確認しております。これで耳の完成です。それでは本体につけていきましょう。本体の真ん中ら辺に、
1本線を引くようにボンドを引いて、その下約1センチぐらい下のところにまたボンドを引いてください。そしたらその後にさっき作った耳を貼っつけていきます。もうこの時点でウサギっぽい。押さえて貼って、下も同じように貼り付けていきましょう。こんな感じ。ウサギの耳が可愛い。あとは目を作っていきましょう。目は今回は赤の半透きパールを用意してみました。まずボンドで塗っておきます。その上から半透きパール赤色をのせていきます。慎重に貼っていこう。そうすると雪うさぎの完成です。めっちゃ可愛くない？アボカボではつまみ細工のことやハンドメイドのことや作ることに関していろいろ発信していきます。チャンネル登録まだの方していただけると嬉しいです。今日もここまで見ていただきありがとうございます。